富樫のこのスリーが決まる。東地区の優千葉ジェッツ。さあここは富樫、富樫が狙ったスリーポイントが決まる。いいハンドリングを見せていく。そしてフェイントから、いやーうまい。はい、絶対スリーは打たせないという、はい、そんな気持ちを感じます。入ってきた富樫、27得点。いやーこれも決まる。小沢がつけ、佐藤拓磨もいますが、富樫が入ってきた、上を抜いた。千葉ボールです。富樫また自分でいくか、ジャンプシュート。この後ギア上げてくると思うんですけど、はい、懸命につく小西誠也、その上を富樫勇樹通します。富樫には打たせたくない。ここはブロックかいぐぐって、いい判断見せました。さあ今度は富樫が入ってくる、引きつけてからツーポイントシュート。タッチングで、そしてキックアウト、富樫だ、ドライブで来る、決めていきました。ここもオフサイド、スピードで来る。そしてうわこれを決めました。決めました。再び点差一桁。京都のブースターも、はい、ここでアンクルブレイク。富樫外からのシュートしていきますが、まだ決まっていません。富樫ドライブで来る、自らアタックして。なので今こう配信をね見てる方たちも、富樫から入ろう、ムーディー。あっと相手に当たって、そのボールが千葉になって、ムーニー行きますかね。富樫、十分時間は。富樫さあスピード乗って、富樫が来た、パスにした、ムーニーだー。富樫から、いやここにアリウープだ。出てきたんだっていう感じですよ ね、 ね、小川ですよね今ね。富樫、はいね、フローター、パスだった。ここ原が原に入らず、ムーニーです。ムーニーこの2ビッグの時間帯もね、よりペイントエリア強力になるんでね。そうですね、はい、おうまいパスだ、ムーニー。おー、ローに入れた、ダンクです。マッチアップっていうのをどんどん変えてきますよね、はい、パスうまい、最後は原。もう内は富樫からムーニー、2点で決めてる。アルマの方がね、本当にシュッとしてるんですが、それでもビックロが押し込みました。そのビックロ、かわされる。